アイルは、浅田博之による日本のバスケットボール漫画作品、および、それを原作とした OVA。月刊少年ジャンプにおいて、1996年から2004年まで連載された。単行本は全14巻。2002年には、ファンブックも発売された。ギャグ要素が多く、バスケット以外のストーリーが、比較的多いのが特徴で、また、 湘南地域の実在の地名が多数出てくる。また、連載時期は現在とバスケットボールのルールが大きく、異なるため注意が必要である。はちゃめちゃで、わがままで、自分勝手な主人公、立花赤彼は中学校のバスケ部に所属するも、その退屈さに呆れてしまい、高校では、カレー部に入部する。バスケ一家の次男として、将来が期待される家庭で育った、ヒーギとなり彼も、 また、自分の置かれた環境を嫌がり、高校ではバスケから離れる決意をする。偶然にも、同じ高校に進学した二人が出会い、その才能に目をつけた、バスケ部の監督は二人に入部を進める。バスケをしたい人、したくない人、したくてもできない人、その様々な仲間が集う、高津高校バスケットボール部の、短い三年間の、ストーリーバスケットボール部関係者その他の、 人々バスケットボール部関係者その他の人々すでに、記述の通り、神奈川県小田原市構図周辺が舞台となっており、作品中にも構図駅、国道1号線、湘南平などの描写がある。アイル、CKBC のタイトルで2002年から2003年にかけて発売された。全2巻、共にエンディングテーマ。ありがとうございます。